こんにちは。ナダ在住の山田です。止まらぬ中国人不法移民、南部国境1,118%増加、北部も緊急事態ということで話をしていきたいと思います。はい、えー。今回また不法移民問題取り上げていきたいと思います。バイデン政権発足後からね、もうめちゃくちゃなことになっているわけなんですが、えっ、ー、と、FOX ニュースが新たに入手した情報によりますと、2月25日時点で2023年度の南部国境不法入国逮捕者数100万人をもう超えたと。 100万8217人だということなんですね。これまだ2月終わってませんので、ま、たぶ101万人ぐらいまで行くんじゃないかっていう話なんですが、えっと、この2023年度っていうのは会計年度の話なんですね。えっと、10月1日からカウントが始まっていまして、なのでこの100万人超えっていう数字は、10月、11月、12月、で、1月、2月の途中までの、だいたい5ヶ月程度の数字だと思ってください。 で、バイデン政権といえば昨年度ね、えー、過去最高数記録したんですよね。前人未到の200万人超えをもう大幅に超える237万人っていうもうわけわからん数字になってたわけなんですが、この時って、 2022年度のこの2月末時点で839,819人の逮捕者数だったんですね。今本来だったらその冬の時期で比較的落ち着くはずなんですが、もうそれを大幅に超えている状態だということなんですね。はい。まあ、ってなると今年どうなんのっていうね、もう本当にもう不安で仕方ないような状態になってるわけなんですが、ただですね、あの、この後数字は多分見た目は良くなります。これあの、1月の頭ぐらいの動画で紹介しました。詳しいことそちらの動画を見てほしいと思うんですが、あの、 政権不法移民を合法的に受け入れるルールを発表してるんですね。えっ、ー、とまあ、合法的って一応彼らは言ってるんですが、今裁判になってまして。あの共和党側の？ レッドステートが中心になって訴訟を起こしてるんですが、多分僕も、あのー、裁判所はそっち側に乗っかりまして、あのー、合法じゃなくてそれ違法だぞっていうような感じで、あの、差し止め命令が出てくると思いますが、とりあえず現時点では見た目は良くなるようなルール発表してるんですね。詳しいことはこの動画を見てほしいと思いますが、あの、要はですね、今これすごい減ってるように見えるんですが、減ってるのは、本来だったら不法入国をするはずだった人たちを、まあ、受け、なだ先に申請してくれたら入れてあげますよみたいなシステムを 導入したんですね。本当だったらあのアメリカの制度上入れることがないような人たちを受け入れているわけなので、もう完全にアウトのやり方なんですが、はい。まあ、とりあえずあの何言いたいかって言ったら、多分え次の2月度のちゃんとした実績数も見た目は良くなっていると思います。ただそれは実態には合っていないっていうものになるわけなんですが、はい。ちょっと話し続けていきたいと思います。で、この不法移民問題で何が問題ってあのもう対応しきれてないっていう状態なんですよね。 2023年度、もう一回見ますか、10月からスタートしていますが、そこから2月の後半までで、国境警備局が把握している、確認できている限りで逃走している不法入国者,不法入国者数は328,454万人なんですね。 これ、その、ふ、えっと、国境警備局が、あ、不法移民発見っていう風になったけれども、逃げられるケースであるとか、あとはいろんなそのセンサーとかで確認したけれども、人手が足りなさすぎて、もう追いかけることもできなかった。で、それで不法入国成功させた、みたいな連中が32万人以上いるわけなんですよ。で、この数字も今異常なことになっていまして、昨年度もう一回言いますか、過去最悪だったんですよね。 この時って1年間でだいたい60万人ぐらいの逃走者がいたわけなんですが、まだこれ5ヶ月しか経ってないのに、もうその時点で過去最悪の記録を、の半分以上いってるわけなんですね。もうかなり上を行くペースですから、本当に大丈夫なのっていう状態なんですね。もう一回言いますが、国境警備局が目視、またはセンサーであるとか、ドローンとかで、えっ、ー、と、あ、あそこにいるっていうふうに確認できたけれども、 逮捕には至らなかったっていう人たちなので、実際はそれにすら、えー、その引っかかっていない、完全にもう全く見つかることなく、不法入国を果たしている連中もいますので、例えば昨年度60万人ぐらいっていうのは、これあくまでも少なく見積もった数字でして、おそらく70万、80万ぐらいの世界になるんじゃないかっていうことなんですね。はい。っていうようなことなんですが、はい。で、これ何がいけないって、何度も紹介しているのがテロリスト監視対象者ですよね。バイデン政権になってから本当にもうよくわかんないことになっていまして、えっ、ー、と、 これ赤色がトランプ政権下の時ですね。トランプ政権下で、えー、南部国境でテロリスト監視対象者捕まったのが2603という実績だったんですね。ところがバイデン政権になった途端に15人に増え、で、えっ、ー、と、さらに去年に関しては98人、もうちょっとで100人超えじゃないかっていう状態だったと。 で、この2023年度ってのはもう一回目が会計年度ですので、10月、11月、12月、で、これ1月の途中までの、まあ4ヶ月程度の数字なんですね。それで38人。まあなので、え、単純計算で多分120人ぐらい。 に、もしかしたらなるかもしれない。で、さらにまだですね、今これあの、いわゆる寒寒気の冬ですから、この後その、いわゆる一番、なんていう人が増える夏場もえ、もっとすごいことになるってことを考えると、まあ、150人、160人の世界になるんじゃないかっていうことなんですね。で、これ、あくまでも、逮捕できた中で発見されているものですからね。 去年だけでも60万人が逮捕すらされずに素通りで不法入国をしている。で、今年も逮捕すらされずに不法入国しているのがもう32万人超えている。その中に、こういう危険人物がいないとは限らないじゃないですか。 で、さらには、工作員っていう風に言われる、そのね、いわゆるテロリスト監視対象者っていうところまではないけれどもっていう人たちは絶対いますから。で、あの、今、アメリカといえばそのね、いろんな国に喧嘩売ってるじゃないですか。ね、例えばロシアだ、中国だみたいなところに喧嘩を売っている中で、僕だったら、もう間違いなくこれ今絶好の機会だと思って送り込みまくりますわ。ね。で、っていうようなことを考えると、間違いなく変な人たちいっぱい入ってきてるんですよね。で、そこで注目を集めてるのが中国からの不法入国の激増。 えっと、一回紹介しましたけれども、また数字が更新されたので、改めてちょっと紹介していきたいと思うんですが、今その米中関係どんどん悪くなっている中、中国からの不法移民っていうのが爆増しているんですね。えっ、ー、と、まあ、一応一つの理由としては、あの、狂った非科学ゼロコロナ政策をね、あの、やってましたよね。まあ、そういうこともあって、で、さらに近平の3期目も決まったっていうことでも絶望している人たちが、中国から今続々と脱出しているっていうふうには言われていますので、その、全員が全員、 もう何かしらの悪意を持ったやばい人たちとは言いませんけれども、ただ、中共が今のこのタイミングっていうのを長い目で見たときでも、工作員を送り込む絶好の機会っていうふうに思ってるのは間違いないんですよね。で、そういうようなことを考えると、今のこの事態って非常に懸念するべきところだと思うんですが、例えばですね、2023年の1月だけで1084人の中国人が不法入国で逮捕されているっていうことなんですね。 で、これ、いかに異常かって言ったら、2022年の1月って89人だけだったんですよ。まあ、そこから比べるともう1118%の爆増しているわけなんですね。で、さらに言うと、えっと、2022年の10月からその1月までの4ヶ月間で、2999人の中国人が逮捕されていると。これ、2021年と2022年度のその2年間を足し合わせた2626 26人をすでに超えてるんですね。 まあ、いかに異常事態かっていうのは分かると思いますけれども、で、ここにさらに輪をかけて怖いなっていう話が、例えばあの中国の海外発出場問題ですよね。えっと、アメリカでも4箇所確認されていまして、えっと、2つニューヨークにあり、1つがカリフォルニアで、もう1個がどこかわからんっていう状態なんですが、えっと、ニューヨークのやつは確かあの FBI が1箇所ね、えー、家宅捜索に入った後閉鎖されたっていう話なんですが、他がよくまだ分かっていません。で、まあ、 あくまでも確認されているのが4カ所なわけじゃないですか。まあ、あんだけアメリカでかいですから、多分もっとありますよね。ってなると、そういうところが中心となって現地で何かしらの指揮を出す,することができるんじゃないかとも言えますし、あと、あの、僕自身ですね、ちょっとこれ一個本の紹介を一つしておきたいと思うんですが、あの、中国の、その、 脅威っていうものすごい、ほわっとしか分かってなかったんですね。えー、ところがですね、あの、国防動員法っていう法律が中国国内成立してるんですよね。あの、まあ、簡単に言うと、その中国政府が今、緊急事態だっていうふうに宣言した場合は、国民は、 国に逆らえなくなるんですよね。で、それは中国国内にいる人たちだけではなくて、海外にいる人も含まれるわけですから、一斉に工作員化する可能性もあるわけなんですよね。はい。まあ、その辺の脅威とかはですね、あの、この前、あの、文化人放送局さんで、えっ、ー、と、共演させていただいた平山浩二さんが、すごいわかりやすい本を今、出されていまして、で、あの、一ついただけたので、はい。で、読んでみたら、あ、こんなにすごいことになってんだってふうに思ったので、あの、よかったら、その、僕みたいにね、中国のことをホワッとしか怖いって思ってない人は、ぜひとも一回見てみて 見るといいかなっていうふうに思います。で、そうするとあのなんていうのその中国人差別じゃないですよ。中国人差別じゃないんですが、そのそういう人たち国に入れて大丈夫なのっていうちょっと不信感がすごい出てくるような話だったかなっていうふうに思っています。まあ、とりあえず気になる方はぜひとも読んでみてください。はい。 で、とりあえず、ま、こういうようなところから、今、その、続々と増えているわけなんですね。で、現地指揮可能な雰囲気のものもあるし、とこういう危険な法律もね、持ってる国だっていうことを考えると、今、この、爆増している現状で、えっ、ー、と、なんかまた台湾をめぐってね、いろいろ、あの、アメリカと中国でいろいろバチバチやり始めてるところもありますので、 ちょっとこれは見過ごせない問題なんじゃないのかなっていうふうに思うところがあるんですね。はい。ていうようなことで今中国からの不法入国が今激増しているっていうことは問題視されていると。で、これがその南部国境に押し寄せているっていう話で問題視されているんですよね。で、かと思いきや今北部国境もえらいこっちゃになってるっていうことなのにこれもちょっと取り上げておきたいと思います。えっ、ー、と、これ一回ね半年ぐらい前の動画でもカナダアメリカ間の北部国境崩壊しているって話を紹介したんですが、 またアップデートが来ていますので、それを紹介していきたいと思います。えっと、FOX ニュースが国境警備局のチーフ補佐官の SOS メールを関係者から入手したということなんですね。何かって言ったら、この赤で囲んだあたりですね、アメリカ側のニューヨーク、バーモント、ニューハンプシャの北部と、あとカナダ側の国境、これスワントンセクターっていうふうに言うんですけれども、このスワントンセクターがもう不法入国者が手に負えないことになっていると。 で、北部国境のこの他のセクターであるとか、あと、南部国境からも応援をよくくれというふうに要請してるんですね。今までって、そのカナダとのこの国境ってどういう問題があったかって言ったら、その南部国境がまずどうらいことになったので、南部国境の支援のために北部国境の国境警備局員が南部に借り出されてたんですね。 その結果、北部が手薄になって、で、えっ、ー、と、今、どう偉いことになってるっていうのは半年ぐらい前の話だったんですが、今現在は、南部もどう偉いことになってるし、北部もどう偉いことになってるので、お互いがお互いに、ちょっと応援をよこしてくれというふうに言い合ってる、もう手に負えない状態になっているわけなんですね。で、えっ、ー、と、これ過去に一回紹介しても、この動画ね、ぜひとも見てほしいんですが、あのー、今、ニューヨークシティがカナダに不法移民を送り込んでるっていうこともわかってるんですよね。まあ、これも一つの原因になっているっていうことなんですが、じゃあ具体的に今どうなってるかって言ったら、 例えば、えっ、ー、と、先月、2023年1月のスワントンセクターは、1513人の不法移民を逮捕したということなんですね。で、これ、その、例えば200、2001月といえば、南部国境で15万人ぐらい逮捕されていますから、100分の1じゃんと、全然大したことないじゃんって思うかもしれませんが、これ、スワントンセクターにしたらもうとんでもないことでして、前年が160、170人程度だったので、そこと比べて今、846%増えてるんですね。 ま、そりゃもう手に負えないわって話ですよね。で、さらに言うと、過去12年間の1月の実績っていうのを全部足し合わせても、たったの367人にしかならないんですね。ところが、今回もうその12年間分の実績を、えー、一撃で超えているわけじゃないですか。で、さらに言うと、昨年度、2022年度のこのスワントンセクターでの不法入国逮捕者数って1065人だったんですね。 たった1ヶ月で、すでに昨年の1.5倍捕まえているわけですから、もうこういう偉いことになっているのはわかると思います。はい。でえ、なんでこうなってるかって言ったら、さっきも言いましたが、ニューヨークシティが関わってきてるんですが、えっと、南部国境の国境警備局員の発表によりますと、なんか50人ぐらいの集団がブワッとやってくると。で、そいつらが口にしてるのが、SNS で、ここ、そのテキサス州に来れば、 カナダに送ってくれるって聞いたんだと。俺たちカナダに行きたいからそこに連れてってくれみたいなことを言ってる連中がいるってことなんですね。で、まあ、結局どうなってるのかよくわかんないんですが、まあ、とりあえずニューヨークシティに送り込まれれば次ニューヨークシティがニューヨークのお金を使って不法移民カナダに送り込んでますから、まあ、あの、このスキームの完成って感じなんですよね。はい。っていうようなことになってると。 で、その結果今カナダでは何が起きてるかって言ったら、まずあの僕の税金何に使ってくれてんだって思っちゃうんですけれども、なんかその国境付近のホテルをカナダ政府が不法移民のために、まあ、今借り上げし,している状態なんですよね。その結果次、現地の観光業にダメージ発生してるんですよ。例えば、あのナイアガラの滝ってあるじゃないですか。あの辺の周辺のホテルとかもいくつか今かか完全に抑えられてるってことなんですね。なんでそうなると、結局観光客泊まれないわけじゃないですか。 っていうので、そこから発生して観光業にダメージが発生してるっていう、本当に何してくれてるんだみたいな状態になってるわけなんですが、そんな中ね、ちょっともう最後これも半分愚痴なんですが、もういい加減にしろよって話が出てきてるんですね。あのね、ほんと、もう一回ですが、ぜひこの動画見てほしいと思うんですが、あの、不法移民の中にね、その、アメリカに来たと。 で、アメリカの、そう、なんだけれども、なんか、すごい希望を持ってたのに、なんかアメリカの人は冷たいだの、こ、ここのニューヨークシティは娘の教育に良くないとか、役中のアメリカ人が多すぎて嫌だとか、より良い生活が待ってると思ったのになんだこのアメリカはみたいな感じで、アメリカに不満を口にする不法移民が出てきてるんですよね。で、彼らはどうしてるかって言ったら、そのニューヨークシティのサポートもあって、カナダに不法入国してきてるんですよね。 で、アメリカとカナダの協定上を、えっと、アメリカで難民申請した人って、カナダに合法的に難民申請するための入国ってできないんですよ。 なので、カナダに不法入国をしなければならないということになってるんですが、はい。まあ、あの、どちらにしても不法入国をしているわけなんですね。2回も。で、えー、そうなりました。で、じゃあカナダに落ち着くかなと思いきや、ニューヨークポストが追跡取材してみたら、そのアメリカに不満を持ってカナダに行った不法移民の一部が、実はアメリカに戻ってきてるということが明らかになったんですね。 なんでっていうふうに思うじゃないですか。なんでかって言ったら、それちゃんと取材して聞いてみたら、雪が多すぎるっていう。いやもう、いい加減にしろよって話ですよね。その、これ本の方にも書きましたし、動画でも何回か言ったことがあると思いますが、その、自分たちのね、祖国を捨てなければならないっていうのは相当な決断なわけじゃないですか。まあ、なので、あの、いかに、その、辛い思いをして、アメリカに来てるのかっていうのは分からんでもないんですよ。でもね、でもね、その、その上で、 え、<laughs> この、俺が国選んでやるよみたいな態度はどうなのって僕は思うんですよね。はい。っていう、ちょっとまあ半分愚痴みたいな状態になってるんですが、でも今現実としてこういうことが起きてるんですよ。で、この意味のわからない行ったり来たりをやっているところにも結局税金が流れ込んでいるわけですから、その辺のこととかも考えると、今のこの状況って決して良くないんですよね。はい。なので、えっ、ー、と、これ、その、普通にね、あの、まあ僕はふざけんなみたいな感じで今紹介してますけれども、えっ、ー、と、まあそういう程度、 ですら、まだ全然、その、大きな話になってないことがこう問題だと思うんですが、えっと、これ、本当に今、何とかしないと、あの、本当にズうずうしい人が増えてくると思います。一回、権利を得た人たちって、どん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 その権利を求める声がでかくなっていくんですよね。はい。っていうようなとこも含めて、ちょっとこれ対処しないと偉いことになるよっていうふうに思ってきたので、最後、これを紹介しました。はい。ということで、今回の動画は以上にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。最後は、あの、木の爪切りをしているときにですね、あの、なんだろうな、その、カチンカチンって音かな。それをす すごい不思議そうに見ているタヌキんでお別れをしたいと思います。はい。で、かわいいですね。はい。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。